次の写真をご覧いただこう。これは投稿者が子どもの頃、小学校の卒業の際に自宅で撮影した一枚だという。卒業証書を手に持つ男の子、その背後に並ぶ人形をよくご覧いただきたい。画面左端の人形、そこにあるはずの顔が消えてしまっている。この時何枚か続けて写真を撮ったというが、ご覧の通り、他の写真には人形の顔がしっかりと写っている。なぜ一枚だけこのようなことになったのか、まるでわからないと投稿者は言うのだが、この人形は投稿者の父親が10年ほど前に地方の骨董品屋で購入したものだそうだが、それ以前の出所は不明であるという。長い年月を経るうちに人形は魂を持つというが、もしかしたらこの人形にも魂が宿っていたのかもしれない。